もう明日は動くんじゃないかな、はい、大変吹いております。風も強くなってまいりました。調整が飛ばないか心配ではございますが、お客様どうぞ寒い中、お席でお待ちいただいてですね、非常に寒い中でございますが誠にありがとうございます。はい、万が一体調が悪くなられたり、したお客様はですね、お近くにいるスタッフにどうぞお声掛けください。はい、まもなく入場スタートいたします。ただ寒いてまいりました。こんな吹雪の中、予定通り入場を行いますが、お客様にお願いがございます。はい、もうただいまのお時間をもちまして、お席の移動はどうぞお控えください。はい、そして今昨日の中で席に座られているお客様もどうぞお席にお座りいただくか、屋根のある会場でお楽しみでご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。Yeah!
Bye.
今日13初日から本日に至るまで3日間この甲子病会場で出演していただきました。そして初めてのランタンフェスバルにおいて初めての甲子病での出演でございましたが、初日が雨、そしてこの3日目が雪、もうこんな悪天候に見舞われてちょっと冗談じゃないよって思ったかもしれませんが、最後のステージいかがでしたか？最後のステージがですね、一番過酷でした。ありがとうございました。ですね、もうこの3日間出演させていただいたんですけれども、いろんな、ね、あのパターンがありまして、初日はさっきおっしゃったように雨で、2日目は晴れたんですけど、3日目ね、この雪と風ということですね、いろんな経験をさせていただいたのと思います。非常に思い出に残る講師業でした。ありがとうございました。ご参加いただけてありがとうございます。はい、もうなので初日が雨、衣装が乾かない状態での2日目、さらに衣装が乾かない状態での3日目のこの豪雪、そして今日福岡に帰るというですね、純さんの過酷なランタンフェスティバルの、はい、年になりましたが、公共交通機関が心配ですね。本当に純さんの変面というのは、誠実さにあふれてます。迫力ある舞、そしてこの所作と言葉遣いに純さんのですね、素敵な人柄が現れている変面だと思います。本当にありがとうございました。そして来年のランタンフェスティバルでもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、そして写真撮影に頑張っていらっしゃる方いらっしゃいますか？早速並びにありがとうございます。雪景色でのね、撮影もとても素敵だと思います。それでは今日チケット持ってらっしゃる方は向かって右側から、はい、写真撮影タイム開始します。撮影係の職員さんよろしくお願いします。うわ、また降ってきましたね。なんかありがとうございました。強調でした。ありがとうございます。はい、なかなかこんな状況で、ジュンさんありがとうございます。なかなかこんな状況で撮影できるというのはないですのでね、これも貴重な機会じゃないでしょうか。はい、外でお願いいたします。外でいいのかな。ちょっと動いてまいりましたね。ちょっと待って、スマホがない。